崎チャンネル。じゃ。こんにちは。あの最近すごいよく考えることがあるんですよ。うん、疑問なんですけど、はい、選手は自分の成績とチームが優勝するのどっちが嬉しいのかなっていうすごい疑問を感じるんですよ。うん、あのまあ、今もうシーズン終盤になりました。うんうんうん、例えばですよ。うん、鈴木大地選手、涌井投手、うん、ロッテから楽天に来ました。うん、優勝を目指してます。うん、でも出たロッテがもしかしたら優勝するかもしれない。うんうん、万が一優勝しました。うんうん、そうなったら、ああ、FA しちゃったな。優勝味わいたかったなって思うのか、うん、いやいやいや、楽天でいい成績残してるから、うんうんうん、優勝よりそっちの方がいいよって思うのか、どっちが嬉しいんだろうって。そのパターン。はい、思う。それちょっと難しいですね。難しい。まあでも、はい、じゃあまあ一番、じゃあまあ、4つあるっすね。4つカテゴリーは、はい、で一番いいのは、はい、自分も結果出して優勝っすね、はい、次に来るのは、うん、優勝してないけど、うん、自分が結果出す、はい、その次が、うん、自分結果出してないけど、はい、優勝しない、はい、一番最悪なのが結果出してないけど優勝です。あ、そうなんですね。だからその結果出してないイコールレギュラーじゃないってことですけど、ね、はい、言えば鈴木大地選手はじゃあFA しないでロッテに残ってました、うん、それで試合に出てなくて優勝だったら、はい、正直今の楽天の方が嬉しいと思います。あ、そうなんですね、はい、でも今まで優勝を一度も味わったことがない、もしかしたらこの先も一度も優勝を味わえないかもしれない、うんうん、ってなったら、あー優勝を味わいたかったなロッテでみたいな、貢献してたらいいよ、はい、優勝に、はい、でもそんなレギュラーでなくてベンチとか2軍行ったり来たりするんだったら、はい、そこまで喜べないと思う。そうなんですね。だってやっぱり、はい、レギュラーバリバリの人が頑張ったものじゃん、うん、はい、やっぱ一番は個人で結果出すことだから、はい、いや個人の記録より優勝ですっていうやつは、はい、自分の結果を出すことはもう大前提でできるっていう自信があるやつだけ、はい、が言うことであって、はい、まずは自分が結果を出せることが最優先じゃん、はい、だからレギュラーでいることが最優先じゃん、はい、それなんでかっていうと、うん、もし結果出せなかったら優勝してもクビになるからね。あ、まあまあそれはそうですよね、うん、でも、うん、結果出せたら最下位でも給料上がるじゃん、うん、はい、だから、うん、結果出るか出ないかだけで考えると、うん、チームが結果出すより、はい、個人が結果出した方が圧倒的に嬉しいの。ああそうなんですね、うん、プラス、うん、はい、自分が結果出して優勝するかどうかが大事であって、はい、もしくは、うん、レギュラーだったら結果出なくても優勝は嬉しい、はい、でもレギュラーじゃなかったら優勝しても嬉しいけど、うん、微妙。へえ、一軍にいても100試合ぐらい出て、はい、守備固めとか、はい、ダイソーとかで、はい、勝利に貢献してたら別よ、はい、でも、うん、ピッチャーでも敗戦処理でも40試合ぐらい投げた、はい、30試合ぐらい投げただったら話は別だけど、うん、はい、ピッチャーでも10試合投げてないとか、はい、野手でも20試合出てないみたいな感じになると、うんうんうん、なんか一緒に喜んでいいのかどうかが分かんない。ああ、そういうふうに思うもんなんですね。リーグの選手はそもそも負けろと思ってるからねいや、やっぱ2軍の人はそうですよね。100敗ぐらいしろ、はい、最下位でいいやろみたいな、優勝なんか絶対すんなと思ってた。だって優勝した瞬間2軍の選手見ないとか言いますもんね。そう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 、だって自分たちの利益にならないじゃん。はい、だから大事としても、うん、優勝しなかったとしても、うん、多分今の方が嬉しいと思う。あ、そうなんですね。充実感あるじゃん。そうね、今すごいですもんね、うん、だってタイトルもね、はい、取れるかもしれないっていうところまで来てるじゃないですか、うん、はい、で枠入りしても、うん、あの西武の時優勝してるから、はい、別に1回もしたことないわけじゃないから、そうかそうか、自分の成績の方が嬉しいと思うよ、はい、で1番はね、はい、優勝と個人の成績、はい、どっちが嬉しいか、はい、圧倒的に自分の成績です、はい、あ、そうなんですか、はい、なんかでもみんなよくヒーローインタビューとかでですよ、はい、聞かれるじゃないですか、うん、この最近ヒットが続いてて、うんうん、どうですか、うん、いや、もうチームが優勝することが一番なんでとか、社交辞令でだってよ、はい、まあ、チームのね、勝ち負けは僕の一人の問題じゃないですし、そこよりもまず自分が結果を出すことが大事なんで、うん、明日も結果出るように頑張りますって言えないでしょ。そうですね、そんなの思ってても、はい、でも本当にみんな、いや優勝のために優勝を目指してチームが勝つことが一番なんでって、ちょ、挨拶と一緒。あ、そう、おはようございますっていう、はい、一緒です、優勝しますっていうの。じゃあ言っとけばいいと思ってるんですか。うん、だってそういうふうにも聞くじゃん、まあまあ、聞く方も。そうですか、うん、はい、いやでも大体そうやって流されちゃうなって思うわけですよ、うん、だそれは思ってるけども、うん、大前提としては
自分の結果を出すことの方がもう圧倒的に大事です。それの集合体が優勝ってあるだけだって、うん、あ、まあそうですね、うん、個人が頑張った集合が優勝ですもんね。そう、自分が頑張れなかったら給料は下がるし優勝してても蚊帳の外だしみたいになるじゃん、はい、うん、そうですね、レギュラーじゃなくてもそれに準ずるし、ね、即戦力という形の戦力になってるかどうかは大事ですけど、はい、圧倒的に大事なのは自分の成績です、うん、あら、言っちゃった言っちゃいましたね、うん、いやでもだから成績を残して優勝できればもう最高です、ね、そう、それが一番いいこと、うん、で優勝できなかったとしても、はい、自分が成績残すことの方が大事。へー、いやだから思うわけですよ、まあ、ミーラー選手とか高梨投手、うん、楽天を出ていきました、うんうん、優勝しました、うん、チームにも貢献してます、うん、最高だね。最高ですよね、うん、あのまま楽天にいて、うん、仮に今年楽天が優勝しても、はい、1ミリも嬉しくないと思う。まあでももしいてくださってたら、え、だから2軍じゃんだって、はい、1軍にいないじゃん。まあ、でも上がってきてたとは思うんですけどね、うん、でそこで活躍してたらまた話は変わるだろうけども、はい、だその優勝に貢献したかどうかだね。うーん、それの自分の貢献度合いが納得してるかどうかだね、はい、それによって嬉しさが100なのか、うん、80なのか、はい、50なのか、30なのか、0なのかが決まるね。はあ、なるほど、うん、でももう大げさに言えば、はい、自分が結果を出すことが大前提。うん、だってそれが、だって大げさに言うと、はい、優勝しても成績残してなかったら給料上がんないからね、逆に下がるから、ね、評価してくれてないでしょ。そうか、優勝したらみんな上がるってわけじゃないんですね。そう、優勝してもクビになるやついれば給料が半分になるやつもいるし、はい、下がるやつもいるわけよ、普通に。あ、そうですね。逆に最下位でも成績残してたら給料倍ぐらいになるわけ、はい、うん、そっか、評価対象が優勝じゃないんだもん、まずそもそも。そっか、だから要は優勝かどうかっていうのは、はい、プラスアルファのことなんだよ。なんかそういう考え方すると優勝って本当にプラスでついてくるもんですね。そうそうそう、自分の成績が出て優勝が最高っていうだけで、はい、でそれがね、成績関係なく、はい、優勝したらダウンは全員なし、はい、最低でも1割は全員アップ、はい、だったらもう、はい、よっしゃーってなる。そうですね、うん、成績落ちてても、うん、よっしゃーですね。結局優勝しても評価対象にならないから、はい、え、なんか優勝ボーナスとかってないんですか。ないよ、だってクビになるやついるんだから。ボートなんてめったくでもないじゃん。そうですね、ソフトバンクとかでも昔日本一になって一軍にいたのにベンチだからちょっとクビになったやついるもんね。はあ、そうなんです。あ、普通に。え、じゃあ優勝しました、うん、めちゃくちゃレギュラーでした、うん、優勝賞金だみたいなないんですか。あ、分配金はあるよ、日本一になったらね。日本シリーズ戦ったら分配金はあるけども、はい、活躍して優勝したら優勝もしたしねっていう、本当にそれが優勝でプラスアルファになったかどうかは知らないけど、はい、アップするね、うん、でも結局は成績出してるからね。そっか、これ本当に個人的なあれになっちゃうんですけど、うん、まあ、楽天に結構いろんな選手来るじゃないですか、うん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 、それで元いたところが優勝したら来なきゃよかったって思われちゃうのってすごい寂しいなって思うじゃないですか。それはないよ、あの結果残してたら。そうですね、だ自分の充実感はあるの。はい、そうですよね、うん、だ今だ移籍してきた方って本当に成績出してるんで、うん、でしかもね、はい、だからロッテ行っても別に使ってくれないんやからよかったって思っちゃう。あ、じゃあ今相当充実してますね、うん、だってあの、はい、成績にね、うん、何本ヒット打った、はい、何試合出た、はい、何勝勝った、うん、何セーブ、うん、何本ホームラン、はい、言ってくれるじゃん、はい、何回優勝ってそんな言ってくれないでしょ。そうですね、なんかその経歴に何回優勝とかってないですもんね、うん、あるけど、うん、その俺みたいに成績があんまりパッとしないと、はい、もう WBC 世界一とかをつけてこないと、はい、その成績で自慢になることがないから肩書きに箱がないけど、はい、山本マスさんがね、うん、ドラゴンズで日本一何回とか言わないじゃん。そうですね、200勝投手じゃん、うん、松井秀喜さんとかも、はい、メジャーなんとかって言いますけど、うん、ジャイアンツ何回優勝したとか言わないじゃん。そうですね、だ結局は自分の成績の方が大事よ。プラスアルファ優勝できたら最高よ、うん、で、あの自分の成績より優勝ですって言ってる人は、はい、自分の成績出すことに1ミリも不安もない人です。あ、なるほど、うん、それを言ってる人はじゃあ、まあ、社交辞令で言ってるか、うん、本当に今成績がめちゃくちゃ安定してるから、そう、自分の成績を出すことに不安がないっていう、うん、もう優勝しかない。だから自分の成績がどれだけ出るかわからない人は、うん、まずは自分の成績を出してチームに貢献だから、ね、どっちかというと出して貢献、うん、余裕ある人はできるからもう優勝みたいな、はい、っていうことですよ。まあ、でもあれですね、佐藤さんが優勝したのは、まあ、最高潮の優勝ですね。そうですね、うん、まあでもこんなことね、はい、言っちゃっていいのかどうかわかんないですけどね、はいこれ大丈夫ですか。大丈夫ですよ、だって本当だもん。そうですよね、ちょっとすごい私具体例で
で最初はやんわりした疑問にしようかなと思ったんですけど、うん、やっぱちょっと具体に出したくなっちゃいましたね。だって皆さんもそうでしょ、はい、うん、あのもしその会社がね、うん、なくならないっていうことを考えたら、はい、チームのことも大事だけども、うん、自分の成績上がる方が大事でしょ。まあまあそうですね。だってもしね、うん、自分のいる部署の成績がめっちゃ下がったとしても、はい、自分と成績がだけが突出してよかったら、はい、まあボーナスは上がるわけでしょ、はい、でも、はい、そのチームの成績がめっちゃ良くても、はい、自分の営業が全く売れてなかったら、うん、怒られるわけでしょ、はい、確かに会社の業績とか別にいいもんな。でしかもそれは全員の問題であって一、はい、人の問題じゃないじゃん、はい、だからまず自分は結果出すことが大事だよね、うんうんうん、そうですね、どっちかっていうとね、はい、それによって全員が頑張って結果は後からついてくることだから、うん、はい、まずは自分の成績を出すことで満足感を得て幸せに感じるし、うん、はい、仮にチームとしての成績良くても自分が成績出せなかったら評価もされないし、うん、っていうことを考えればまず一番大事なのは自分の成績を出すこと、はい、これはもう多分全員そうだと思う、はい、綺麗事抜きで、はい、まあファンはね、あの優勝、そうそう、だからまあ早速また正論ばっかり言いやがってってね、確かにそうやけどもそういうことばっかりじゃないんやってね、いうご意見もわかります、その通り、はい、ね、その通りだけど、はい、やっぱりさつざきチャンネルは質問に誠実に答えていくっていうスタイルでやってるんで、どっちが大事かっていうと、どっちかって、もうどっちかって言われたら、はい、成績です、自分の、はい、いや、もう納得しました、はい、はい。